9月15日は、グレゴリオ歴で年始から258日目にあたり、年末まで、あと107日ある。世界初の鉄道、リバプールマンチェスター鉄道開通日清戦争、ピョンヤンの戦い立憲声優会本部、1930年頃、伊藤博文伊藤博文ら、立憲声優会結成中華民国の、新聞化運動の中心となる雑誌、新青年創刊。 総漢字の名称は青年雑誌、画像は解明後のもの、第一次世界大戦、孫ムの戦いで史上初の戦車が投入される日万議定書調印、日本が満州国を承認。ナチスドイツ、ユダヤ人を定義し市民権を否定するニュルンベルク法を制定。総祖父にユダヤ教徒を人以上持つとユダヤ人とされるブルガリア人民共和国成立。 1990年まで存続。画像は、社会主義革命へ25年を記念するソ連の切手、アメリカ合衆国の投資銀行リーマンブラザーズが、倒産、金融危機、リーマンショック到来。画像は、当日の本社前、コンスタンス2世暗殺スウェーデン王グスタフ6世、アドルフ、哲学者、ルドルフ・クリストフ・オイケン作曲家、アントン・ウェーベルン・グアテマラの独立記念日。 パレードグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカの独立記念日。月岡義都市、ガッツ、百馬彫刻家神 P らしい誕生。ありがとうございます。